こんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日もですね、また商品の方を一つ、ご紹介させていきますのと、後半の方にはですね、また一つクラウドファンディングに関する、ニュースの方もお伝えさせていただきたいと思います。もし、今日のコンテンツにですね、興味がおありにある方はですね、ぜひ最後まで見ていただければというふうに思います。それでは、早速今日の動画の方も始めさせていただきます。Let's get started。はい、それではですね、今日の商品の方を見ていきたいと思います。今日皆さんが今ね、画面に見ているのはですね、インディゴゴの、The Packed Coffee Kit という、ね、商品になります。これ何かというとですね、Complete Travel Brewing System とありますけども、Everything you need to know to make barista quality coffee in one sleek portable package とありますけども、これはですね、この黒いね、スリークですごくかっこいい、ポータブルで持ち運びができる、このスイートような、スイートとかいろんなあるパッケージで、ブリスタ級の、質のコーヒーを作れちゃうんですよっていう、ものなんですね。要はですね、私も毎日コーヒー飲みますけども、コーヒー愛好家がです、にとってですね、この例えば、旅先、出張先とかの、ホテルとかですね、最近ではこの Airbnb とか、そういった、施設に泊まってですね、朝一杯コーヒー飲みたいなって思った時に、本当にコーヒーメーカーすらなかったりとか、もしくはあったとしても本当にインスタントのなんかクオリティが低いコーヒーしか飲めなかったりとかっていうもので、いや、私はもう朝一杯はこの自分の、コーヒー豆から、コーヒーを飲みたいなっていう人も、中にはやっぱりコーヒーラバーの人はね、そういうふうに思っちゃうんですけどもね。今日この商品っていうのはですね、すでに、これ2824人に、バッキングされて、5100万円集まってるんですね。非常に、コーヒーの市場っていうのは一つ大きいので、今日ですね、皆さんにご紹介しようと思いました。ちょっと動画の方、一緒に見てみようと思います。これブルックリンのね、アメリカのブルックリンの、Hi, I'm Malcolm Fontier, an industrial designer and the founder of Packed. I'm excited to introduce our second product, a first of its kind coffee making kit designed for people that are serious about their travel gear as well as their coffee. We've all stayed places where the coffee setup was less than ideal.特にアメリカなんて広いので、皆さんこう、出張とかでいろいろ移動するじゃないですか。そういう時にやっぱりどうしても朝一杯のコーヒーが欲しいっていうのがいいんですけども。Until now though, there hasn't been a complete kit designed for hotel style travel that you could fly with. So, we decided to create one.今までこうガスボンベとかで使うのがあったんです。それだとね、飛行機に乗れなかったりとかするんですけども、すごいコンパクトでキャリーオンにも乗せられると。Multiple design innovations make our kit extremely packable and portable. From a source for hot water, to a container for your beans, to a travel mug, we cover トラベルマグもついてて、もうこれ一本あれば、水と電源さえあれば、もう作れちゃうと。Like nesting Russian dolls, each component of our kit is packed in the next room. 持ち運びコーヒーメーカーっていうイメージです。This means you can pack it in your luggage without having to worry about denting or crushing any components, and setup is easy. In less than a minute, you're unpacked and ready to brew. もう何もガチャガチャいろんなところで割れたりとかすることもなく。Unique spout and handleless design work together to give you maximum control and the smooth, slow stream you need for a perfect pour over.We used premium materials throughout to ensure your coffee's flavor isn't affected by any plastic materials. こんな感じでね、全部アルミニウムなので、プラスチックみたいな味もしないし、捨てないので、エコにもフレンドリーなんですよっていう話です。はい、という感じの商品で、確かにこうおしゃれですし、高級感ってデザインもいいですから、ぜひ欲しいなっていうのは、わかる気がしますね。こんな感じで、自分のポータブルコーヒーメーカーって感じですね。だからもう中にこれ全部こう入っていて、もう電源さえあればこれ、使えるという感じですね。なのでこんな感じでもう本当に場所を取らないから、すぐにこうキャリーオンとかにも運べる
っていうのが、まあ一つの特徴ですね。まあ要は完全にこう出張よくされる方、旅行によく行かれる方向けの、まあコーヒーメーカーという感じですね。うん。はい。まあ、特に特徴としては、とにかく中にいろいろ入っているので、もう外はもう一気に、もう一つの水筒みたいな感じでね、中にいろいろ入っているという感じですね。うん、はい。なんで、もうこれ今プロダクションで、配送がまあ今月ということなので、特に問題はないと思います。じゃあですね、国内市場の方もちょっと一緒に見てみようと思います。まあちょっとこのコーヒーという感じでちょっとまあとりあえずざっくりと打ってみようと思うんですけど、まあエスプレッソ、まあこれもバリスタで、まあこれはまあちょっとこう、マシンですかね。うん。タンブラー。まあ、タンブラーこれも200万人のタンブラー。まあタンブラーだけじゃなくて、そうですね。まあこれもコーヒーメーカーとかそういうのは、まあでもコーヒー関係の商品がね、非常にまあまあ、ありますよね。あ、ちょっと間違えました。そうですね。486万人、どれくらいがコーヒーなのか。そうですね。まあ、コーヒーメーカー。これがちょっとまあ、特別スマホのハンドミル、これはハンドミルか。まあ、これはグラインダーの方なんですけど、そうですね。グラインダーだけですね、これね。まあ、でも、これも多分かなり、これも結構いいんじゃないですかね。あ、これもグラインダーか。これもグラインダーですけど、まあ、300万がいってますね。まあでもコーヒー関係が結構まあ今かけでも出ているのがちょっとこれ、お分かりにはなると思います。はい。ネイルドスピード、一人用ドリップドリッパー、うん、なのでまあちょっといろいろ見てみるとですね、もしかしたら、まあここにねちょっと、グリーンファンディングでちょっと似たような商品があります。豆から取れるいつでもどこでも本格的なコーヒーをと、うん、ワンカップ知識、あ、まあ、コーヒーですね。まあ、これはちょっと、まあ、まあ、コーヒー見るまでもついてるんですけども、そこからもコーヒーを作るという、まあ、ちょっと、まあまあ、似てるのかもしれないですね。はい。なので、まあ、これでもね、まあ、だいたいこれ、1000万円、あ、100万円ぐらいで151人という感じなので、まあ、このコーヒーもですね、ぜひ、皆さんちょっとリサーチしてみてくださいっていうのが、男性陣コーヒー好きですから、まあ、マッカフェとかでもですね、まあまあ、結構出てるので、一つの、まあ、検索するキーワードの中にですね、コーヒーっていうのもですね、ぜひ入れてみるといいんじゃないかというふうに思います。はい、じゃあですね、今日の、まあ、ニュースというか、まあ、クラウドファンディングに関するお話なんですけども、まあ、クラウドファンディングってね、いろんな種類があるんですね。まあ、その中について今日は、ちょっとどんなのがあるのかっていうについてですね、ご紹介しようと思います。で、まあメジャーなのはこの3つなんですけども、リワードベースクラウドファンディング、まあこれはリターンベースのクラウドファンディング、これがまさに今我々がやっているこのマカケもそうですし、グリーンファンディング、キャンパイアもそうですし、海外でいうこのキックスターターとかインディゴーっていうのもこういう感じになります。まあ商品、支援してくれたらリターンとして商品を先行販売、安くプレゼントしますよっていうのが、まあ元々のリワードベースクラウドファンディングですね。で、次にこのドネーションベースクラウドファンディング。まあ、要は、ドネーションっていうのは寄付ということですから、寄付ベースのクラウドファンディング。まあ、これはよく私も何回か紹介しているこの GoFundMe とかですね。これはまあ、基本的に見返りを求めず、何か災害とか、まあ、病気の方へのこの手術代の支援とか、まあ、そういったものに対する、まあ、支援型、まあ、寄付型、支援ということなんですね。ビジネスではないですね。次には、ピアトゥーピアレンディング。これはまあ、要は先ほど、あ、これちょっと先日も紹介しましたけど、ビールの工場をやってる人ですよね。要は、ビジネスのアイディアがあって、例えば何か、ビジネスを作りたいんだけども、ちょっとお金を、ファンディングしたいっていう人たちが、まあ、やるものです。まあ、これに対する、まあ、まあ、返金、お金を返す、まあ、手数料とか、まあ、そういう、また、ルールっていうのは、また、実行者が決めるという感じですかね。まあ、あと最近ではですね、まあ、リアルステイトクラウドファンディングとかあったりとかして、例えば家を借りたい人が銀行のローンが下りないので、
まあ、こういったクラウドファンディングでお金を集めて、まあ、プロパティとか家を買うっていうのも、まあ、最近ではアメリカではあるようですね。あとこのヒューマンキャピタルクラウドファンディングっていう、これ何かっていうと、例えばスポーツ選手、まあ、プロまでいかないんですけども、まあ、私は例えばプロの、例えばプロ野球選手になりたいって時に、まあ、それを支援してあげるのが、このヒューマンキャピタルクラウドファンディングっていうもので、まあ、この人だったら、将来的にプロになるんじゃないかと。とかプロのシンガーになれるんじゃないかっていうのを、まあ、その活動を支援してあげる、まあ、お金ないから支援してあげるっていうのが、まあ、要はファンによって支援する、まあ、これがヒューマンキャピタルクラウドファンディングというものになります。まあね、今とにかく要は、まあ、要は出資、いろんな出資の仕方があるというのはですね、今日、まあご紹介したものになります。なので、まあ、今ね本当に今まあ、人と人がつながってきてますので、こういったアイデアがあるとか、まあ、こういったことが私ができるんですっていうのを訴えて、それに共感してくれる、まあ、ファンの方々、支援者の方々から、まあ、お金の受け取る仕組みっていうのがね、今、まあ、これも、シェアリングエコノミーの一つの経済ということで、今、クラウドファンディングがね、こんだけ今流行っている証拠ということになっております。はい、それではですね、今日はクラウドファンディングの種類について、お話しさせていただきました。もし今日のですね、コンテンツが、ためになったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。それでは、また、明日動画の方を、ご紹介していきますので、See you guys tomorrow. Have a good night. Bye.